Thank you.
晴らしい聖日礼拝に久しぶりに朝子姉妹の元気な顔が並んでいます。朝子姉妹が、日本においてもまたアフリカにおいてもいろんなところで用いられましたけれども、その度に神様が朝子姉妹と共におられて必要の全てを満たし、そして健康を支え、そして信仰を失うことがなく守ってくださいましたことを感謝いたします。そして今日はこうして久しぶりにこの晩の教会で共に賛美し、共にあなたの名前を崇め、共に礼拝に預かれるこの恵みを私たち一人一人感謝します。そして、日本に帰国中だった、夏江姉妹も元気に日本から帰国しました。滞在中はあなたが共におられて、彼女の必要、そして、必要と健康を守ってくださいましたことを感謝いたします。また子どもたちも元気に、あなたの愛に支えられて戻ることができましたことを感謝いたします。私たちの日々は私たちが、もう当然だと思っていることであふれています。ただその当然常識が本当に特別であることをこの朝思いたいと思います。朝元気よく目覚めて、そしてこの場所に集まり、あなたの素晴らしい御名を賛美できる、これが、日常ではなく特権であることを私たちはこの朝思います。その特権に預かることができること、私たちに、何ができるとか、何を持っているとか、何を知っているから、大きな財産があるから、そんなことではなく、私たちを私たちのそのままの姿であなたは、ずっと愛してくださっていること、そのことだけで私たちは生かされています。私たち一人一人に必要な命を与え、そして生きる目的を与えてくださいます。あなた自身が私たちが生きる目的、私たちが歩く道しるべであることを感謝いたします。そして私たちの力はあなたの御言葉によって支えられています。聖霊様、どうか私たちの一人一人の心の中にお入りください。そして私たちを今日も、そして今週も、これからも内側から連れてくださいますようにお願いいたします。そして道の御心が何であるかを私たちが日々感じ、知り、そして天のお父様が望まれているように進むことができますように、どうか助けてください。私たちの道を照らすのは神様、あなたの御心だけです。人の知識であるとか、人の、出身であるとか、そういうものではありません。私たちは人の声に聞き従うのではなく、あなたの声に聞き従います。どうか私たちの心を、そして私たちの耳を、私たちの目をどうか開いてください。そしてあなたが望む方向に、あなたが指し示してくださる方向に迷わず進むことができますように、どうか私たちを助けてください。神様はこの教会に榎木稔先生、そして泉さんご夫妻が立てられていることを心から感謝いたします。今日も稔先生があなたの御言葉を取り付いてくださいますけれども、どうか先生が語るべきことを語ることができますように、そして私たち聞く者が心を整えて、一つ一つの大切な御言葉を聞き戻すことがないように、しっかりと心の耳で聞くことができますように、どうか助けてください。また教会に与えられている子どもたち一人一人を感謝いたします。どうか、この小さな命たちをあなたの愛の御手の中で愛し育んでくださいますように、イエス様が大好きな子供に育つことができますように、大人である私たちが子供たちをしっかりと引っ張っていくことができますように、私たちを整えてください。神様、あなたが私たちの目には見えませんけれども、私たちの心に語りかけてくださいますから感謝いたします。見えないものを信じる、そしてあなたの愛の御手にすがって全てを明け渡して生きる、その信仰を私たちは強く持ちます。そして私たちの心の中にある思い煩いは全て
でも行われますように。神様、私たちは先に救われた者として、私たちの言葉や行動、立ち振る舞いを通して、あなたの素晴らしい栄光を今日も表すことができますように、どうか助けてください。そしてあなたの素晴らしい愛を、あなたの素晴らしい恵みを、あなたの素晴らしい祝福を、まだあなたの愛を知らないたくさんの周りの者に、たる者たちに対して流すことができますように、どうか私たちをあなたの愛の通りだとして用いてくださいますようにお願いいたします。神様、言葉で表せないほどのあなたの愛を感謝いたします。あなたの祝福を感謝いたします。今日ここに集められました、愛してくださっていることを感謝いたします。あなたが私たち主であることを感謝いたします。
皆さん、おはようございます。仕事で値上げできるように心から感謝したいと思います。今日はですね、久しぶりに夏江姉妹と朝子姉妹、6年ぶりですか、このベイシアジに来てくださいました。よく感謝しておきます。旅をしていると特に感じると思いますが、帰る家があるといいですね。違いますか？歓迎されてるっていいじゃないですか。聖書の中においては、私たちはこの地上にあっては全ての人が旅人でありキリストであると。ですから私たちクリスチャンはまさに帰る家を持っているものですね。いつか私たちこの地上を去る時が来ますが、私たちは本当に帰る家を持っている、このことを感謝したいと思うんです。ですからこの永遠に対する、備えというもの、死に対する備えというものが大切ですよと聖書は語りますね。全てのものが一度死ぬことと、そして神の前に立って裁きを受けることが定められているからです。皆さん、その備えができていますか？使徒の働きの27章において、パウロたち一行が、イタリアへ向かうんですね。しかしその途上に、暴風が、吹いていてですね、船が沈みそうになるわけですね。ですから船員たちは荷物を、積み荷を軽くして何とかして生き延びようと。しかし幾日もこの暴風が続きましたので、もう彼らは満身創痍ですよ。もう生きる望みを捨ててしまうんですね。するとパウロが、22節に書かれていますが、皆さん元気を出しなさいって書かれるんですね。あなた方のうちで命を失う者は一人もいませんよと。人生のこの荒波ともいえるそれの中によって元気を出しなさい、なかなかこの確信っていうのは湧いてこないんじゃないでしょうか。重い病であったり、また愛する者との死別やまた離別であったり、またこの人間関係や社会のこじらの中にあって、なかなか元気を出しなさいと言われてもあまりピンとこない。しかしパウロは語るんですね。あなた方は元気を出しなさい。まさにこれこそがキリストにある確信なんですね。私たちのこのクリスチャン信仰というものは、この楽観的なもの、決して前向き思考ではないんです。なぜかと言いますと、そこには確信はないからですね。しかし、誠の神を恐れ信じる者たちには、たとえこの人生の荒波が皆さんの生活に吹いてこようとも、主が最善を成してくださるということ、主はご自分の生徒を特別に扱ってくださるということ、この御言葉から来る確信こそが、私たちに生きる力と希望を与えていくんです。アメンでしょうか。ですから私たちは大丈夫です。今お互いに言ってみましょうか。あなたも大丈夫です。ハレルヤ。あなたも大丈夫です。死に物狂いで頑張っている方にとってですね、頑張りなさいという言葉は死語かもしれませんが、私も大学時代よりこの言葉が好きではなかったんですね。しかし、私たちはこの神の言葉によって人々を励まし、そして自らの魂を励ましていくんですね。我が魂を何故あなたは絶望しているのか。私はあなたの神である。神を褒めて伝えなさい。ダビデはこの祈りを自らの魂に語りかけたんです。我が魂を何故あなたはうなだれているのか。信仰の回復の一歩というものは過去の救いを賛美することなんです。私たちが救われたその日を思い出して、私たちが死を褒めたいんです。そのところにおいて回復の霊が救われるんです。ですから私たちはこの朝、神の御言葉によって私の魂を励ましていきたいと思います。アメンでしょうか。人間の言葉や経験、知恵ではなく神の言葉によってまたお互いを励ましていこうではありませんか。先週私たちは、ペンテコステの日にふさわしい、メッセージを受け取っていきましたね。聖霊の力を受けましょう。今日はそれに伴って、聖霊の大胆さというもの、確信というものをですね、御言葉から受け取っていきたいと思うんです。聖書をお持ちの方は、まずはじめに使徒行伝の3章1節から7節までを共に読みしたいと思います。先週につきまして、この使徒の働きから私たちは、父の御心を学んでいきたいと思いますが、使徒の働きの3章の、1節から8節までですね、私と皆さん交互にですね、前回とお読みしたいと思います。私が奇数節を読みします。皆さん声を避け偶数節を読んでいただきます。
でしょうか。使徒の働きの3章の1節から8節です。ペテロとヨハネは午後3時の祈りの時間に宮に登っていった。生まれつき足の慣れた人が運ばれてきた。この者とは宮に入る人たちが施しを求めるために毎日美しの門という名の宮の窓に置いておいた。彼はペテロとヨハネが宮に入ろうとするのを見て施しを求めた。ペテロはヨハネのもとにその男を連れて私たちを見なさいと言った。男は何かもらえると思って二人に目を注いだ。するとペテロは金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう、ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさいと言って彼の右手を取って立たせた。するとたちまち彼の足とくるぶしが強くなり踊り上がってまっすぐに立ち歩き出した。そして歩いたり跳ねたりしながら神を賛美しつつ二人と一緒に宮に入っていった。一言お祈りさせてください。父なる神様、あなたの偉大な皆をこの朝の心から賛美していただきます。聖霊様、あなたがこの朝私たちに今一度知恵と啓示の霊を注いでくださり、私の霊の目を開き、霊の耳を開き、また霊のこの口を開いてくださり、父はあなたの御心を私たちが知ることができますように。聖霊様、あなたが御言葉を教えてください。この下を通して語る、また語ってくださるあなたの御言葉を格別にあなたが成立し、私たちの魂の糧としてくださいますように、よろしくお願いします。この朝も主に期待し、イエスの御名によってお願いします。アメン。ペンテコステの日において、私は先週お祝いしましたが、約束の聖霊が、人たちに、望んだ。そして初代教会に初めてこの、歴史上ですね、教会というものが、立ち上がっていったんですね。で、この今の時代、2015年に至るまで、実はこの使徒行伝というのは続いてるんです。使徒の働きというのは決して28章で終わっていないんですね。私たちがこのイエス・キリストが再びこの地上に来られるその時まで、つまりこの教会時代において使徒の働きというのは続いていくものなんです。ですから私たちが新しい章を毎日書き上げているわけですね。そしてペンテコストの日において聖霊の力を受けた教会がどのような働きをしていたのか、それがこの今日の3章からの出来事なんです。ですから皆さん、ぜひこの教会のエピソードを見たい方はですね、3章から読んでみてください。私たちはこの教会という言葉を聞くとき、さまざまなイメージがあると思いますね。特に日本人はスピリチュアルネーションと言われてますね。霊的国民ですから、この教会と聞くと何か神聖なイメージがないですか、まいちゃん。ありますね。何か荘厳な建物。先日、社会人リトリートを行った時にですね、ある、ちょっと実名は伏せますが、ある一人の青年、T 君としましょうか。彼がですね、彼にこのように聞いたんですね。教会の雰囲気はどう。すると彼が、関西弁、混じりというか、訛りの言葉で、私はあまり関西弁上手じゃないですか。何か聖なる雰囲気がしますなぁと。この訛りを聞いたら誰だか皆さん分かるかもしれませんが、そのようなことで聞いたんですね。で、これは見えるところの、もちろん教会のイメージなんですが、第2コリントの6章の、16節においては、あなた方が神の生ける宮ですよと。つまり私たちがこのまさに神の教会であると言っている。そしてその後にこのように告げています。私は神はあなた方のうちに住み、あなた方と一緒に歩むよと。私があなた方の神であるから。イエス様はこのようにおっしゃるんです。私があなた方のうちに住んでいると。ですから皆さんがまさに神の臨在を運んでいく教会であると。これがまさにこの見えない、今朝数字1枚が少し読んでくださいましたが、見えないところにおいてはそれはいつまでも続いていくものですか。これこそが大切でありますよということを、聖書から言っているようですね。そして7章の1節に行きますと、ですからあなた方は神を恐れ清さを全うしなさいと書かれています。私たち、この教会というものは聖書においてはキリストの花嫁である。皆さんも多くの方が結婚されていると思いますので、おそらく共感できると思うんですけども、この花婿に対する清さというものがもし花嫁になければ、
また誠実さというものがなければ、そのような結婚生活というのはうまくいきませんね。違いますか？私たちはイエス様とまさにこの霊において花婿と花嫁の関係なんです。そしてこの地上での結婚生活と同じように、イエス様に対する誠実さというもの、またこの恐れる心というもの、またこの清さというものを私たちが本当に帯びていくときに、その結婚生活がうまくいきます。まあ、清さという言葉を聞くときに、あまり私たちには好かれない言葉かもしれませんが、皆さんは何か誰かに叱られた記憶とかありますか？私は昔、兄の財布からお金を盗んでしまいますと叱られたことがあるんですけども、そういった記憶ではなかなか忘れることができませんね。で、人は一度この痛みを経験すると、二度と起こさない、通常であるならば、ですから私たちの人生における痛みというもの、試練というものは、試金石のようなもので、必要なものかもしれませんね。あまり歓迎したくはありませんが。そしてこの神への恐れを抱くときに、私たちはこの世にあって大胆に生きることができます。使徒の働きの4章において、このペテロとヨハネがサンヘドリンという、議会の、まさにこの証言台に立たされている光景が描かれています。このサンヘドリンというのは、当時このユダヤ人の文化においての最高議会と言われた、71人から構成する、日本で言うならば国会議員のようなものですね。でそのような場所においては、民事とか刑事とかですね、この宗教についての裁判権というものがあったんですね。でそのまさにこの国の、いわゆる代理士とかですね、この弁護士に囲まれたさなかにあって、ペテロとヨハネは激しく糾弾されるんです。あなた方のしていることは間違っている、その福音を語るのをやめなさい。どうですか皆さん、この光景想像できますか？世の中の価値観から見るときにですね、このキャリアの極みとか最高学歴と言われた方々に取り囲まれてですね、あなたの信仰は間違っていると言われたら、皆さん何と言いますか？多少なりとも恐れがきませんか？しかし彼らは恐れなかったんです。大胆に神の福音を語り続けたんですね。でこの大胆さというものは、決して人間的な知恵や経験からは来たものではないんです。まさに精霊による力、大胆さではなかったでしょうか？一箇所に言葉を開いてみましょうか。第一ヨハネの4章の18節、第一ヨハネの4章の18節、聖書の後ろの方の手紙ですが、第一ヨハネの4章の18節、ここでは代表して、夏江姉妹に少し大きな声で読んでないか。第一ヨハネの4章の18節。ありがとうございます。愛には恐れがありませんよ。全き愛は恐れを示します。この全き愛というのは完全な愛です。私たち人間が生み出す男女のエロスの愛でもなければ、友情間のフィレオの愛でもないんです。そのような愛は不完全な愛ですね。ですから人は時としてその愛の関係の中で傷つき、痛み、また人生に絶望していきます。すなわち不完全な愛には恐れや不安がつきまとうんです。しかしこの場所において語られている全き愛というものは誰の愛ですか？はい、神様の愛。すなわちこの天地万物を作られた神の無条件な愛というもの、このアガペの愛というものは、私たちのうちから恐れや不安を取り除きますよ。神が初めに私たちを愛してくださらなければ、私たちはお互いに愛し合うことも、また神を知ることもなかったんでしょうね。神が初めなんです。 God is initiated。 神ご自身が初めなんです。そして全ての方がこの神に愛されているということ。ですから今この心が病んでいらっしゃる方や傷んでいらっしゃる方、ぜひこの神の無条件の愛を知っていただきたいと思うんですね。受け取っていただきたい。全き愛は恐れを示します。そしてこのまさに全き愛を知っていたペテロとヨハネには、
恐れがなかったんです。皆様は自分自身の人生やまた将来のこと、子供たちの将来についての不安や恐れはないですか？まあなるようになる、そのような楽観的な考えを持ってませんか？そこには確信がないんですね。ですから私たちは確信を持ちましょう。あなた方は大丈夫です。あのパウロのように、この確信というのはこの神の全き愛を信じ受け取るときに心に湧き上がってくるんです。ですから私たちは大丈夫です。今朝読んだあの使徒行伝の3章の2節において一人の男性が出てきましたね。彼はあの2節において足が生まれつき、まあ、萎えていた男性だったんですね。まあ、彼がどのような人生を歩んできたのか私たちには分かりません。名も書かれていないような男性ですよ。もうその辺にいるような私たち普通の男性なんです。しかし彼は生まれつき歩くことができなかった。なぜ私はこんな悲劇的な人生を、まあ、そのような叫びがなんか聞こえてくるかのようですね。多分そういった叫びもあったと思うんです。故に彼はこの美しの門の前に置いて乞食をしていたんです。まあ、文字通り美しい門であったと思います。宮の前に立っていたものですから。しかし彼はその門をくぐることができなかったんですね。もしかすると皆さんも同じような葛藤を今抱えているんじゃないでしょうか。必ずしもこの男性のような肉体的な不自由ではないかもしれません。しかし私たちは時として心や魂における、また人間関係や生活における不自由というもの、なぜですか？なぜ私はクリスチャン法に生まれなかったのか？なぜ私はこの両親のもとに、なぜ私の伴侶はこうであるのか？人生にはしばしこのなぜというクエスチョンマークがつきまとうんですね。しかしイエス様はあのヨハネの10章の9節でこのように語っていますね。私は門ですと。誰でも私をくぐって入るならば救われますと書かれています。私たちにおける一つのつまずきというもの、皆さんこのことよく聞いてください。私たちクリスチャンにおける一つのつまずきというものは、救われない人がいるということだと思うんですね。パウロは使徒行伝の28章において、私は朝から晩まで福音を語り継げたと。神の救いの道を人々に語り継げた。しかし、あの24節に現実が書かれていますよ。ある人々は彼の語る言葉を信じたが、ある人々は信じようとしない。どんなに素晴らしい話を聞いてるんですよ。どれだけこの救いの道を皆さんが耳にしたとしても、すなわちそれはイエス・キリストが私たちの罪のために十字架にかかり死んでくださり、3日目によみがえってくださった、このお方を信じ告白する者は救われますよ。地獄に行く必要がない。でもこの素晴らしい教えを私たちが信じようとしなければ、その方にとっては何もないんです。全ての人が救われてイエス・キリストというこの門をくぐっていくということ、これは神の願いなんです。しかし現実はそうではないようですね。あのヨハネの福音書の3章の16節において非常に有名な言葉が書かれてますね。神はその一人子イエス様をこの世に与えてくださったことに、この世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく天国に行くことになる、永遠の命を持つため。しかしあそこの御言葉において私たちが見落としてはいけないことはここなんです。御子を信じる者が、イエス・キリストを信じる者が一人として滅びることなく天国に行くため、これが神のデザイル、原文においては will、意志なんです。キリストを信じる者が全て救われていくことが、もちろん神は両替していますよ。でも救いはキリストという門をくぐって、皆さんは愛する家族の救いのために本気で祈ってますか？私は祈ってますね、少なくとも。皆さんも祈ってらっしゃると思うんです。ぜひ、愛する家族の救いのために本気で祈ってくださいね。現実的に私たちはこの世を去る気が来るんです。そしてこのつまずきを取り除く努力は私たちには必要です。福音をどのように伝えていくのか。私たちの言葉をどのように伝えたらよいのか。しかしこのことをぜひ覚えてください。
たとえ救われていく魂が信じる人々が少数であったとしても私たちは正しいことを大胆に語ること、この原則を崩してはいけないです。ですから大胆に神の福音を語っていきましょう。人間の罪、救い、本当にそんなことを信じてるんですか？これは人間的な常識で考えたら愚かなことなんですよ。いや、現に愚かなことなんです。パウロもそれを認めてますね。宣教の愚かさを通して、あの理知的であったパウロがそのように言ってるんです。人の言葉でどのように神の意思と目的を伝えることができますか？これは愚かなことじゃないですか？私の常識で考えたら愚かなことなんです。しかしこの全知全能なる神の全き愛は、愛する皆さん、全ての人に注がれていますよ。このボーバリー地域の800人の日本人の魂に注がれていますよ。この愛を受け取ってほしい。誰かの愛を受け取るのに理屈は必要ですか？私は妻に愛されていることをよく知っています。これでも理屈ではないんです。これはただ知ってるんです。英語でもあるじゃないですか、 I just know。 なんでこの人と結婚したんですか？ I just know。 ありますよね、皆さん。初めはこの感覚でいいんですよ。よくわからない。しかしこの全き愛は皆さんに注がれている。ぜひ受け取っていただきたいと思うんですね。あの使徒の働きの26章において、アグリッパ王というこのカルキス王国の王様が出てきますよ。国の総理大臣のような方ですね。この王様を目の前にしてパウロはこのようなことを言われるんですね。あなたは私を少ない言葉でキリスト者にしようとしている。でその後にパウロがこのように言うんです。非常に素晴らしいなと私は思うんですが、するとパウロがこのアグリッパ王にこのように言うんですね。王様、言葉が少なかろうと多かろうと、私が神に願うことというのはあなただけではなく、今日私の話を聞いている全ての方が私のようになることです。神の福音というものは、救いというものは言葉数や理屈ではないです。聖霊の力がパウロに臨み、パウロに語るべき言葉と大胆さが与えられたように、同じ聖霊が私たちにも皆さんのうちに注がれていることを今宣言したいと思うんです。そしてこの神の愛、全く愛を受け取るときに人は救われています。ここに例外はないんです。全ての人が救われていきます。全く愛の恐れを知り出していく。神を恐れるときに、まさに私たちの意味というのは確信と大胆さに満ちたものになっていくんですね。今そのことを信じるものをアーメンと言いましょうか。今日の箇所に出てきた男性もそうだったんですね。この救いの門という、あの宮に立っていた門をくぐるまでは彼は積みた生活をしていました。社会をおそらく非難し、なぜこのような体で、生まれつき歩けなかった体で産んだ、多分両親をも彼は憎んでいたかもしれない。周りを環境のせいにして生きていたかもしれません。しかし彼は福音を知り、キリストの愛をしたときに、彼は肉体的な癒しだけではなくて、魂における癒し、救いを得ていたんです。そしてあの3章を注意深く読んでいきますと、この神の福音の奥義がそこに隠されているんですね。もう一度皆さんで一行で戻ってみましょうか。最後にもう一度皆さんでここを読みしたいと思います。使徒の働きの3章の2節、最後に皆さんにご質問しましょうか。使徒の働きの3章の2節、よろしいですか。3、はい。すると生まれつき足の苗た人が運ばれてきた。この男は宮に入る人たちから施しを求めるために毎日ここでの解き明かしというのはここなんです。この男は神の宮に入るためにこの宮の前に立っていた門をくぐらなければいけないんです。よろしいですか。神の宮というのはどういった場所でしょうか。私たちが神と出会う場所なんです。
死を礼拝する場所なんです。すべての人が生きる目的を見出す場所なんです。しかしそこに行くためには、彼はこの美しの門、いやイエス様という門をくぐらなければいけなかったんです。しかしその当時、このユダの文化においては、体に疾患があるものというのは宮に入ることができなかったんです。ですから彼は宮の門の前で、乞食をしていた。ですから彼はこの救いの門をくぐらなければいけなかったんですね。すべての人が同じなんです。すべての人が心に罪という病を持っています。ですからすべての人がこの救いを通っていかなければいけない。彼の人生は180度変わりましたね。8節見てみましょうか。もうこの喜びようですよ。もう彼は踊り上がってまっすぐに立ち、歩き出したと。生まれつき歩けなかった男性が目の前で歩き出したら皆さんどうしますか？びっくりしませんか？私だったらびっくりしますね。そして彼はもう跳ねたり、もう歩いたりして神を賛美しながら宮へと入っていった。この人生を体験していませんか？すでにイエス様の救いを受けていらっしゃる方、私たちは毎日主と出会い続けるんです。毎日イエス様と時間を過ごすんです。今日集合の中にも書かせてもらいましたが、1日15分から始めてみてください。主を礼拝すること、御言葉を読むこと、祈ること、できます。そしてそれをするときに皆さんの人生に必ず変化が現れてきます。ぜひ15分から始めてみてください。そのときにところにおいて喜びと感謝が、賛美が湧き上がってきます。もう過去に、人についての恨みや、また妬みというものがなくなってくる。何ですか？救われてるからです。この男性を喜びながら見えて入っていた。私たちは新しい習慣、この神の全く出会いを体験していきたいと思います。そして、聖霊から来る確信と大胆さを受け取っていきましょう。その場所において、肉体的な癒しも起こされていきます。アメンでしょうか。今しばらく皆さんでお祈りしていきましょうか。今日のメッセージの音をしていきたいと思います。今メッセージを送った中で、一つ示された思いがありましたので、そのことを祈りたいと思います。今皆さんの中で、この肉体的な癒しを必要としている方、私は体にこんな、今病気があります。また今体調を崩しています。今そのような肉体的な癒しを必要としている方、この男性のように、どうぞ皆さん立ち上がってもらえますか、そのような方々。その方々のために、特に今朝特別に祈りたいと思います。神の全き愛というものは、私たちの心から恐れと不安を取り除いてくださいます。しかしそれだけではないんです。この短い人生において、私に生きる力と希望を与え、また癒しを与えてくださることです。今しばらく皆さん自身で今日のメッセージに応答していきましょうか。そして私が一言、癒しのために祈りをしていきます。主はあなたはおっしゃられました。私は主であって癒す神であると。あなたは癒し主、回復主、また救い主であることをこのくらいありがとうございます。今あなたの御前で信仰を持って働いておられる兄弟姉妹の上に、この朝特別な癒しの力と、また聖霊から来る大胆さと確信を与えてください。あの足のない男性がキリストの愛を知ったときに、福音を聞いたときに、180度変えられた人生を歩んでいるように、私たちもこの朝、まさに宮の門に立つ、あの宮の門に座っていた男性のように、変えられた人生を歩んでいきたいです。そして主との出会いを通して、あなたが御言葉の約束の通りに、その肉体的な癒しを、また魂における癒しをこの朝速やかになしてくださることを主の御名によって宣言して祈ります。今上からの御座からの回復と
癒しの力が注がれていることを心からありがとうございます。私たちは信仰を持って受け取ります。そしてあなたの愛がどれほど素晴らしく尊いものであるのか、この新しい習慣を私たちが知るだけではなく体験として味わうことができますように。主よ、ありがとうございます。ありがとうございます。あなたを礼拝します。主への礼拝こそ私の生きる目的です。聖霊様、来てください。一同の上に癒しを宣言して主イエスキリストに通してお願いします。最後に一曲、この男性のようにですね、主を喜びを得ながら賛美していくんです。新しい賛美ではないですけど、立ち上がれる方は立ち上がって天の賛美かという、このワーシップソングを歌いながら礼拝としていきたいと思います。
の上にこの新しい1週間も豊かにありますように。主の皆によって一度祝福し、イエス様の皆によってお祈りします。アメン。拍手を持って主を祝福します。